演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーのポテトチップス47都道府県代表岡山県のエビ飯味を食べたいと思います。あれ、中京終わって次関西じゃないのと思うかもしれませんが、関西は自分の在住権があるので、もう全体を最後に回したいと思って、ちょっと一旦飛ばして岡山に来ました。というわけでエビ飯なんですね。なんか果物王国岡山とか言ってる割に果物のフレーバーじゃないし、しかもエビ飯なのにポテチップ、カッパエビセンの方が良かったのではと、はい、いろいろ突っ込みたくなってしまいますが、まあこれあれこれ言うのも野暮というものですよね。それではどんな味わいなのかな。まあちょっとソースっぽい香りはしますね。ではいただきます。初めて聞いた名前だけど、本物も食べてみたくなる、気になる、そんな味だよ。ただソースの味はさっぱりしていて、結構お好み焼きソースやたこ焼きソースに馴染みのある人にしたからすると非常に食べやすくて美味しかったのですが、エビ飯って言われにエビはどこってちょっと探してしまったのは残念です。もちろん実物ではないのでそこまでは酷なのかもしれませんが、もうちょっとエビを感じ、名前があるのだからエビを感じたかったなというのも あるのがちょっと残念でした、ね、もちろん実物を食べるのが一番なので、いつか実物で食べてみたいとは思いました。なのでソースがとても美味しいものの、ちょっと名前負けしてるからということで、こちらの点数とさせていただきます。それでは「アイスクリーム王になるけり夏まって」、いや夏だとかき氷のような気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。